名張市の亀井俊勝市長は8月28日、来年度からの導入を目指す固定資産税の独自課税、都市振興税について9月議会に上程すると発表しました。都市振興税は固定資産税の標準税率に 0.3% を上乗せして課税するもので、亀井市長は9月議会での可決を目指して次のように決意を述べました。まあ、今議会で提案をさせていただいて、そして、議決いただくべきでもそういうことです。まあ、要するに、この税なんかも他の自治体ではもう早うにされてるわけですからね。ですので、まあ、ご理解をいただきつつ、なんとか今期定例会で通していきたいというふうに思っています。9月議会には、市長ら特別職3人の期末勤勉手当を 30% 減額する条例改正案も提出されるということです。